昨日は目標の3キロ走り切れたし、この調子でトレーニング頑張るぞ。でも、はるかちゃんは5キロを朝夕で2回走ってるんだよね。いつかは私もそのくらい走れるようになりたいな。みのり、焦っちゃダメだよ。アイドルは1日にしてならずなんだから。ダメなのかな。みのり、何一人で喋ってるの。おはよう、みのりちゃん。あ、しほちゃん、こはねちゃん、おはよう。実はね、今モーモージャンプのワンマンライブのために体力作りしてるんだ。へえ、ワンマンってすごいじゃん。お姉ちゃん、そんなこと言ってなかったけど。きっとちゃんと決まったら話そうって思ってたんだよ。もしかしたらしほちゃんをびっくりさせようとしてるのかも。だったら悪いことしちゃったかな。どうしよう。そうだ、しほちゃん、知らないふりをしてもらうことは可能でしょうか。いや、そこまでする必要ないでしょ。みのりちゃんたちのライブ楽しみだな。ライブの予定が決まったら教えるから見に来てね。うん、もちろん。お姉ちゃんに見つかるとめんどくさいけど、初めてのワンマンライブだしね。わーい、ありがとう。みんなが見に来てくれるならもっともっと頑張らなきゃね。とりあえず朝と夕方に3キロずつ走り込みできるようにならなきゃ。朝と夕方？2回も走るの？うん、はるかちゃんは毎日やってるんだって。だから私もこの前から始めたんだ。って言っても昨日の夕方に3キロ走っただけなんだけど。ううん、十分すごいよ。まあ、今までやってきてなかったなら1キロでもきついだろうしね。少しずつでも頑張ったらいいんじゃない。こういうのって無理しない程度に続けるのが大事だろうし。ありがとう。無理せずコツコツ頑張ります。でも体力作りか。私も歌っててバテちゃうことあるし、何か始めてみようかな。そういえば、駅前に屋内型のスポーツ施設ができたってサキが言ってたな。確かスポジョイパークだったっけ。あ、私も聞いたことある。屋内でサッカーとかテニスもできるし、ローラースケートでも遊べるんだよね。すっごく楽しそう。スポジョイパークか。配信でやっても盛り上がりそうだし、次の企画で提案してみようかな。大丈夫？
ちょっと休憩しよっか。平気。まだ始めたばかりだし。本当？無理しなくていいからね。ジョギングじゃなくてウォーキングならって思ったけど、奏にとってはこっちもきつかったかな。っていうか、今日すごい暑いし。瑞希に乗せられたけど、やめとけばよかったかも。でも、肉ついてきたのは事実だし、運動はしないといけないんだよね。はぁ、せめて焼けないように日陰歩こっかな。鼻でも初日なんだし、無理しないで適当なところで。体力つけないと。奏で。奏がこんなに頑張ってるんだから、私ももうちょっとちゃんと歩こうかな。ほら奏、こっちの道の方が影になってるし、ちょっとは歩きやすいと思うよ。一緒に歩こう。あ、うん、ありがとうエナ。やっと公園の真ん中まで来れたね。あ、向こう側って池があるんだ。日の光が当たって綺麗だな。こういうのも描いてみたいかも。こんなに暑いのに歩くなんてって思ってたけど、たまにはいいかもね。奏もそう思わない？あれ？奏？で、さっきまで隣にいたのにどこに。あ、奏大丈夫？もしかして具合悪くなったんじゃ。あ、大丈夫。ちょっと止まって休んでたら急にセミが飛んできてびっくりして転んだだけ。そうだったの？転んだところは大丈夫？うん、大したことない。でもそろそろ足が動かなくなってきた。まあ多分1キロくらいは歩いてるしね。普段の奏からしたらだいぶ頑張った方じゃない？今日は無理しないで、また涼しい日に来ようよ。そうしようかな。エナ、付き合ってくれてありが。あら、もう終わっちゃうの？え？ルカ？どうして急に？ふふ、なんだか珍しいことをしているじゃない。面白そうだから来ちゃったわ。別に面白くはないけど。というか、今日はそろそろ解散するつもりなんだよね。奏もバテちゃってるし。そうなの？せっかく応援しに来たのに残念ね。応援？エナもそうだけれど、特に奏は集中して曲を作るために苦手な運動に挑戦しているんでしょ。それなのにもう終わっちゃうなんてもったいないんじゃない？確かにそうだね。ルカの言ってることもわかるけど、今日はもういいんじゃない？だって1キロも歩いたんだし。休憩を入れたらそんなに歩いてないと思うけど。こういうのは気持ちの問題だから。私だって頑張ったし。そう、残念ね。体力をつけた奏がどんな曲を作るのかとても楽しみだったんだけど。そう言っても作る曲自体は変わんないでしょ。
でも、この運動は曲作りのために始めたんだし、ちゃんとやりきらないと。ちょっと奏、曲作りも大事だけど、無理するのは良くないって。ウォーキングなんていつでもできるでしょ。でも、あれ？そこにいるのってもしかして、花里さん。あ、やっぱり奏ちゃんとえなさんだ。こんにちは。こんにちは。みのりちゃんって確かこの前奏を助けてくれたんだよね。ありがとう。いえ、助けたなんてそんな。ジョギングをしてたらたまたま会ったので。でもまた奏ちゃんと会えて嬉しいな。今日は二人で散歩してたんですか？うん、曲作りのために。曲作りのため？ああ、うん、実はね。え？体力作り？うん、私たち普段インドアだから、たまにはウォーキングしようかなって思ったんだけど。ちょっと無理しすぎたみたい。ごめんね、エナ。せっかくついてきてくれたのに。気にしなくていいよ。今日は特別暑いから仕方ないって。うん。この暑さじゃなければもう少し歩けそうなんだけど。なるほど。だったら駅前のスポジョイパークに行くのはどうかな。スポジョイパーク？うん、この前できたスポーツ施設らしいんだけど、メジャーなスポーツからちょっと変わったものまで遊びながら楽しく運動できるんだって。室内だから暑さも関係ないし。へえ、そんな場所があるんだ。私も知らなかったな。暑くないなら運動しやすそうだね。遊びながら運動できるっていうのも楽しそうだし、いいんじゃない？それじゃあもしよかったら今から一緒に行きませんか？私も体力作りしたいですし、フォーマージャンプの配信のためにいつか下見したいなって思ってたんです。うーん、暑くないし楽しそうだから行ってもいいと思うけど、どう？かなで。うん、そうだね。花里さんが迷惑じゃなければ。やったー、ありがとう。あ、でも行く前に少し寄りたいところがあるんですけど。寄りたいところ？確かこの辺りに。あ、どうしたの？あれ、この声って。みのりちゃんの友達？なんだかクールな感じの子だね。はい、クールで大人っぽいんですけど、すっごく優しいんですよ。幼なじみのみんなとバンドやってて、プロを目指してるって言ってました。へえ、そうなんだ。歌うまいもんね。星野さんの歌声は本当に優しくて
力強いな。あれ？奏、あの子知ってるの？あ、うん。前、私にミクの CD を貸してくれた子の話をしたでしょ。その子が星野さんだったんだ。そうだったんだ。じゃあ、あの子、真冬の後輩なんだね。なんと、いちかちゃんが奏ちゃんと友達だったなんて。友達の友達がつながってるって、ちょっと不思議な気分だけど、なんだか嬉しいな。友達、そうなのかな。一緒に曲の話はしたけど。聞いていただきありがとうございました。いちかちゃん、お疲れ様。とってもよかったよ。みのり、聞きに来てくれたんだ。で、あれ、もしかしてそこにいるのってよ、宵咲さん？なんでここに？花里さんに連れてきてもらったんだ。素敵な歌だったよ。あ、ありがとうございます。ちょっと照れますけど、嬉しいです。宵咲さんがみのりの知り合いだったなんてびっくりしました。隣の方は初めましてですよね。星野いちかと言います。よろしくお願いします。あ、私は東雲えな。奏と一緒にやってる音楽サークルでイラストを描いてるの。よろしくね。音楽サークルで、じゃあ、あの絵は東雲さんの？え？私、前に MV を見たんですけど、すごく綺麗なイラストで素敵でした。え、そう？はい、曲の世界観がとても伝わってきて、あんな絵が描けるなんてすごいなって思いました。まあそんなに大したことないけど、こだわって描いてるから分かってくれるのは嬉しいかな。よかったね、エナ。ところで、どうして皆さんはここに？いろいろあって体力作りのために一緒にスポジャイパークに行こうって話になったんだ。外だと運動するのも大変だったから、花里さんが提案してくれて助かったよ。頑張って運動しようね、かなでちゃん。かなでちゃん？みのりって宵咲さんとすごく仲良かったんだね。かなでちゃんなんて呼んでるから少しびっくりしちゃった。あ、私も思った。この間助けてもらったって言ってたし、その時に仲良くなったの？うん、だって同い年だし。同い年？みのりちゃんってアイリの一個下じゃなかったっけ？でも、かなでちゃんも…え？まさか、違う？アイリさんのことはあまり知らないけど、私はエナと同い年だよ。そうですよね。だったら、宵咲さんはみのりよりも一個上かな。別にいいよ、気にしてないし。というか、敬語じゃなくてもいいから、好きに呼んでほしいな。いいんですか？じゃあ私も敬語じゃなくていいよ。学校じゃないんだし、年なんて関係ないから気軽に話そう。よろしくね、みのりちゃん、いちかちゃん。えなさん、かなでさん、
よろしくお願いします。あれ、稽古じゃなくていいってば。ごめんなさい、ちょっと慣れなくて敬語になっちゃうみたいです。気にしなくていいよ、話しやすい方でいいから。あ、話それちゃったけど、スポジョイパークに行くんだったよね。そうだった。それなんだけど、いちかちゃんも一緒にスポジョイパーク行かない？私も？うん、こういうのってみんなで行った方が楽しいし。そうだな、スポジョイパークか。確かに、いい歌を歌うには技術だけじゃなくて肺活量や体力も重要なんだよね。大きいライブハウスだと普通の声じゃ隅まで届かないっていうし、それに私ももっと二人と話してみたいな。私はいいけど、いちかちゃんどうする？お二人がいいなら一緒に行きたいです。私はいいよ。じゃ、決まりだね。みんなで行こっか。やったー。それじゃあ、ボジョイパークにレッツゴー。というわけで、ボジョイパークに到着しました。涼しい。外の暑さが嘘みたいですよね。これなら熱中症の心配もないし、すごくいいな。へえ、本当にいろんなスポーツができるんだ。バスケットコートとかテニスコートもあるみたいだし。あ、屋上でフットサルもできるみたいだよ。そんなこともできるんだ。いろいろできて楽しそうだな。いいところ教えてもらったね、かなで。うん、ありがとう、花里さん。どういたしまして。あ、向こうにゲームセンターがあるよ。え、スポーツ施設なのに？子供がいっぱい集まるからじゃない？このクレーンゲーム、ペンピョンのぬいぐるみがある。あれ、かわいいから人気なんだよね。一緒に撮ったら映えそうだし、ちょっと欲しいかも。ペンピョン？あ、あのペンギンのキャラだよ。はるかちゃんも最近お気に入りみたいで。撮ったら喜んでくれるかな。一回だけやってきていい？すぐ戻るから。運動しに来たんじゃ。行っちゃった。ペンピョンってそんなに人気なの？そうみたいです。私の友達もいくつか持ってますし。そうなんだ。あ、私少しお手洗いに行ってきます。かなでさんは？私はここで待ってるよ。行ってらっしゃい。わかりました、すぐ戻ってきますね。また落ちた。ちょっとこのアーム弱すぎるんじゃない？でも、あともうちょっとでいけそうだよ、エナちゃん。私ももう一回やろうかな。ね、確かに、あと一回か二回で取れそうな気がする。もう一回。二人とも楽しそうだな。それに、ここにいる人たちはみんな楽しそう。
なんだろう。今ちょっと胸のあたりがもやっとしたような。あら、また面白そうなところに来ているのね。ルカ、カナデはみんなのところに行かないの？どのぬいぐるみも可愛いじゃない。そうだね、可愛いとは思うけど、でも私はいいかな。部屋にぬいぐるみを飾ったりとかしないし。ふふ。でも、ゲームに挑戦してみるだけでも楽しいんじゃないかしら？うん。かなでさん、お待たせしました。誰かと話してたんですか？あ、うん。なんでもない。そうですか？って、みのりたち、まだやってるんですね。ぬいぐるみが取れないから、何回もチャレンジしてるみたいだね。あ、でも今終わったみたいですよ。なんだか落ち込んでるみたいですけど。はるかちゃんにペンピョン取ってあげたかったな。もう、なんなのあのクレーン。絶対取らせる気ないでしょ。エナさん、怒ってますね。取れなかったみたいだね。二人とも、待たせちゃってごめんね。気を取り直して、運動しに行こう。そうだね。パンフレットを見て、何をするか決めようか。じゃあ、最初は…あるんだね。どれをやったらいいのかわからないな。確かにここまで種類が多いとね。せっかくだから普段やらないようなのをやってみたいけど。普段やらないようなもの、あ、これとかどうかな。ローラースケートですか？でも奏、ちゃんと滑れるの？多分これなら小さい頃にやったから。それならいいんじゃない？二人は？私もいいと思います。ローラースケートなんて小学生の時以来だな。私も。じゃあ早速行こう。うん、シューズのサイズはいい感じ。デザインも可愛いし、一枚取っとこっと。よっと。あ、ちゃんと立ててよかった。久しぶりだからちょっと心配だったけど。その感想わかるな。私も昔はよく遊んでたけど、最近はやってなかったし。思ったより体が覚えててくれてよかったです。みのりは？ごめん、紐結ぶのに時間かかっちゃってるから、みんな先に滑ってて。はーい、ゆっくりでいいからね。そうだ、かなでは？かなでも小さい頃やってたって。か、壁に手を添えて、ゆっくり立てば。かなでさん、すごく膝がガクガクしてますけど、大丈夫ですか？大丈夫。この感じ、体が覚えてるから。この感じは？それってもともとあんまりできてなかったんじゃ。大丈夫。壁があれば大丈夫。壁から手が離れて、エナ。ちょっと待って、奏。私もそんなに早くは動けないから。
だみたいに転んだけど、怪我はないですか？大丈夫。ヘルメットがあってよかった。よかった。でも、これで体力をつけるのはちょっと難しいかもね。みんな、お待たせ！よーし、早速滑っちゃおう！奏ちゃん、もしかして転んじゃった？大丈夫？あ、うん。私は大丈夫だけど。みのりちゃん、スケート上手くない？今、ターンとかしてなかった？すごいね。そんなに滑れたんだ。そんなに褒められると照れちゃうな。実は昔、受けたオーディションにローラースケートで踊れる人って条件があって、練習したことがあったんだ。だから基本はなんとなくできるっていうか、まあ、オーディションの方は不合格だったんだけど。へえ、オーディションのためにそんな練習までしたんだ。うん、オーディションにもいろんな条件があって、英語が喋れるとか、格闘技ができるとか、プログラミングができるとか、そういう特技が必要で。プログラミングまで。なんかアイドルを目指すのも大変なんだね。そういうのを練習するのは大変だったし、オーディションも結局落ちちゃったけど、でもやってよかったって思ってるよ。みんなに明日を頑張る希望を届けるために、いろんなことを経験したいから。いろんなこと、そっか。花里さんはすごいね。え、そんな、全然すごくないよ。私なんてまだまだだし。それより、奏ちゃんは大丈夫？立てる？大丈夫だけど、どうやって立てばいいんだろう。そうだ、みのりちゃんに教えてもらったら？みのりちゃん、すっごくうまいし、コツとか教えてもらえれば、奏も滑れるようになるかもよ。お、そうだね。私一人だと壁に捕まったまま動けなさそう。というか、このまま立てなさそうだし。花里さん、お願いできるかな？なるほど。そういうことなら、ぜひ！はい、捕まって！ありがとう。それじゃ、一緒にやっていこう。まずは立てるようになるところからだね。実はローラースケートには転びにくくなるポーズがあるんだ。え、そうなの？うん、実は私も最初転んでばっかりだったから、いろいろ調べてみたの。手は壁についてていいから、まずは足を肩幅に広げてみて。肩幅に。できたよ。そしたら膝を曲げてかがんでみて。少し体を前に倒すと安定すると思うんだ。膝を曲げて体を前に。あ、少し安定したかも。これなら壁から手を離しても。立てたの？さっきまで生まれたての子鹿みたいだったのに。本当だ、みのり教え方もうまいな。じゃあ次は歩きましょう。この調子ならきっとすぐにできると思うよ。
コーチがいてくれると思うと心強いな。あ、そういえば。かなで、それじゃあボールの投げ方を教えるよ。あんなこともあったな。みのりちゃんが奏のことを助けてくれたんだけど。私の方が盛大に転んじゃった。ごめん花里さん、怪我してない？大丈夫？大丈夫、ダンスの練習でもよく転んじゃうし、これぐらい慣れっこだから。そういう問題なのかな。でも大きな怪我がなくて本当に良かった。じゃあちょっと休憩したらもう一回練習しようよ。かなでちゃん歩くのもいい感じだったし、きっとすぐに滑れるようになると思うんだ。花里さん、ありがとう。もう少し頑張ってみる。